3年ぶりで、結構時間は経ってるんですけど、なんかいつも会うときはすごい優しくて、だからなんかディレクションがすごくわかりやすくて、そしてなんかすごいカンフォータブルなレコーディングで歌を歌ってるときに、なんかすごい気持ちよく歌えるようでした。プレッシャーを与えなくて、私の意見もちゃんと取り入れてくれて、チームワークをちゃんとしている気分になり、すごくやりやすいレコーディングでした。なんか1年前レコーディングしてた時と、なんかやっぱり歌詞とかバッキングトラックが変わると、もう本当に全く新しい曲になってて、それがなんか驚いて、なんか最初聴いた時に、でも本当になんかエモーショナルになるような曲で、歌詞もファンタシカルな場面もあり、そういう歌詞がなんかバッキングトラックと一緒になると、本当にいいハーモニーができると思いました。私はボーカルレコーディングした時に、細かいところ、なんかコーラスのところとか、声のなんか裏がりのところ、そこをなんか綺麗にはまるように気をつけたりしていて、あとすっきり終われるように、なんかちゃんと楽しみながら歌って、本当に豪華なミュージックが耳の中にプレイしているので、もうここのレコーディングスタジオにいないような感じ、違い空間にいた気分でした。16 のなんか最初のメロディーと歌詞は、本当に12歳ぐらいに夏休みでなんかすごくつまんなくてもうピアノでなんかデタラメにやってたら思いついたメロディーで、そういうなんか本当にくだらない歌がなんか今になって本当に綺麗な曲になったのがすごいなと思って、私のなんか夢が叶ったような感じで、なんかもちろん歌詞として自分で初めて作った曲なので、なんかいつまでもこの曲を大切に思います。But I'm so scared, I'll find reasons why I can't